おはようございます。冒頭私から1件あります。10月21日、日本時間で言いますと22日今朝6時20分ですが、国連総会第一委員会において我が国を含む117カ国を代表してニュージーランドが核兵器の人道的影響に関する共同ステートメントを行いました。本ステートメントは核兵器に関する人類の願望から発想されたものであり、この問題に対する政治的意思を示すものです。同ステートメント全体の趣旨が我が国の安全保障政策や核軍縮アプローチとも整合的な内容に修正されたことを踏まえ、今般同ステートメントに参加することにいたしました。特に本ステートメントにおいて核兵器による壊滅的な結末が人類の生存、環境、社会、経済的な発展、そして経済、将来世代の健康に深く影響すること、核兵器による壊滅的な結末への意識が核軍縮に向けたすべてのアプローチおよび努力を支えなければならないと固く信じることが述べられており、この考えを唯一の戦争被爆国であり核兵器使用の悲惨さを最もよく知る我が国として支持するものです。我が国として核兵器使用の悲惨さを、国と世代を超えて語り継いでいく、取り組み等を通じ核兵器のない世界の実現に向け引き続き国際社会の、取り組みを主導していく考えです。以上です。代表カメラのテレビ朝日です。はい、今回の共同声明の中にはですね、はい、いかなる状況においても核兵器が二度と使用されないことが人類の生存そのものにとって利益であるという文言が盛り込まれていますが、はい、これはそのアメリカの核の傘の下という状況の日本の安全保障政策との矛盾点というのはないんでしょうか。ご指摘の文書と合わせて今回のステートメントにはすべてのこの核軍縮に向けたアプローチ、これを認める、こうした文書が盛り込まれております。こうした全体を精査した結果、我が国のこの現実的かつ斬新的な核軍縮に向けてのアプローチ、安全保障政策とも整合性があると判断をして今回参加を決めた、こういったことです。では今までその署名してこられなかったかつての声明案とそこについて大きく違うとお考えですか。今回関係国ともよく話し合い、そしてステートメント自体もいくつかの重要な修正が行われ、そういったことを確認した上で今回共同ステートメントの参加を決断した、こうしたことです。お話がありますが、昨日ですね、国家安全保障戦略の原案が、まとめられましたけれども、その中に武器輸出三原則の見直しということが盛り込まれています。こういった点について大臣どのように考えますか。昨日国家安全保障戦略の、有識者の皆様方のこのご意見、そしてその概略、受けたまらせていただきました。それぞれ大変有意義なこのインプットをしていただいたと、感じています。今後国家基本戦略そのものは、これを、参考にしながらですね、政府として、決定していくことになると、承知をしています。武器輸出三原則の見直しという点についてはどうでしょうか。こういったご指摘も一つ参考にしていな、させていただきながら政府として最終的な戦略をまとめていくことになると存じます。その周辺諸国、中国、韓国中心にですね、そういったアジアの国々の懸念とかにはどのようにお考えですか。こうした国家安全保障戦略を含めて、安倍総理が訴えている積極的平和主義については関係各国にしっかりと説明をし始めておりますし、いくつかの国からは歓迎や支持もいただいております。今後とも周辺国、関係国に対してですね、しっかりとしたこうした我が国の安全保障政策の内容についてですね、説明する努力は続けていかなければいけないと思っています。各社どうぞ。大臣、朝日新聞菊池です。問題について国際社会で主導的に取り組むということですけれども、現在のイランで進められている核協議についてですね、日本としてどのように関与されていかれるお考えか
イランの、まあ、イランに対しては、まあ、従来からこの対話と圧力の方針のもとに関係国とも連携しながら対応してきた次第ですが、もともとイランと日本、この歴史的な友好関係が有効な関係が存在いたします。こうしたその関係もあり、先の国連総会の際に首脳会談も行い、日イランの間で首脳会談も行い、外相会談も行い、そしてぜひ柔軟性を示すべきであると、対話を行い、そして具体的な行動でそれを示すべきである、こうした働きかけを行ったということです。ぜひ今後も我が国としてこの国際社会と連携しながら働きかけを続けていきたいとは考えています。まだ時間ありませんので、国会ありますので、はい、ありがとうございました。